ボディやパッケージングはなかなかに良い車だっただけに、なぜこのエンジンを積んだのだろうなぜこれで世にリリースしたのだろうと不思議に思い、松田に対してはネガティブな印象を持っていたのだ。事前にお伝えしておくが、今回の記事には良い感想が多い。 しかし、提灯記事だ。とか、いくらもらったなどとは思わずに済んだ気持ちで読んでほしい。もう一度言うが、筆者は、今でも、特別、松田推しになったわけではない。この記事では、 筆者が感じたまま、思ったままをそのまま綴っているので、もしかしたら、批判的な意見もあるかもしれないが、ぜひ生温かい目で記事を読んでいただきたい格好を洗い。車と人の人馬一体を実現するために、松田がこだわったことまず、人馬一体とは何かについて触れておこう。辞書には、人馬一体。 乗馬において、乗り手、騎手と馬が一つになったかのように、なだらかで巧みな連携が行われること。と記載されている。松田の考え方と辞書は、おおむね合っているが、 松田が考える、人馬一体とは、高速、限界走行時の性能よりも、日常ユースで意いいのままに操れる安心安全で、楽しい運転感覚のこと。0から100キロ加速が00秒です。00秒で、ニュル最速を更新、など、自動車の性能を数字で表すのは至極簡単では、あるが、 一般のユーザーではその性能を体感しにくい。もしその限界性能を行動で試そうとするならば、免許が何枚あっても足りないと思う。マツダは一部の人しか体感できない限界性能よりも、 誰もが乗って楽しいと素直に感じられる車作りをするために人がストレスを感じない動き方や歩行を研究し自然に車を操れるよう人間中心の車作りを大切にしているのだ。そして松田が車を作るにあたって大事にしていることは理想のドライビングポジション作りだ。 マツダの新世代商品群は、デミオをはじめとするすべての車種で理想のドライビングポジションを取れるようになっているが、実はそれって簡単なことではない。小さい車であればあるほど、フロントタイヤのフェンダーハウスが運転席にせり出してきてしまうため、すべてのペダルを左へオフセットしなければならなくなる。結果、 運転席に座ると下半身だけが微妙に左へずれた違和感のあるドライビングポジションになってしまう。これを回避するために松田車はフロントタイヤのフェンダーハウスを最大で80ミ、mm、リ前方へ配置している。その結果、 松田車のラインナップでは最もスモールなデミオでさえ足を自然に開いた位置にペダルが来る理想的なドライビングポジションを実現した。また、ロードスターを除くすべての車種にステアリングのチルトテレスコピック機能とシートリフターを設定することでほとんどの人が最もリラックスした姿勢でドライビングポジションを取れるようになっているのも特徴だ。 この他にも疲れにくく操作がしやすいオルガン式ペダルをすべての車種で採用している。オルガン式ペダルやテレスコピック機能は製造コストが上がってしまうために一般的にスモールカーでは装備されないことの方が多いがコスト増よりも理想のドライビングポジションを追求するあたりに マツダの関わりが感じられる。まずは長田ロードスターだ。天気が良いので、せっかくなので、オープンにして走行する。 この長田ロードスターは、マツダのレストアサービスにより、各部をリフレッシュされた個体で、ビンテージ感は覚えるものの、ボロさは一切感じない。ヘッドライトを点灯して、走行をお願いしますと、アナウンスがあったので、ヘッドライトのスイッチを ON にする。どのモデルも、 超楽しい。松田の歴代ロードスターでオープンドライブ理想のドライビングポジションについて学んだ。あとは、いよいよコースに出てドライブを開始。まずは用意された歴代ロードスターで、ミネ試験場のワインディングコース走行と広場でパイロンを使用した走行を試した。すると、ウィン、と、ボンネットからヘッドライトが飛び出てくる。 そうだ、長田ロードスターはリトラクタブルヘッドライトだった。久しぶりの感覚で少しびっくりしてしまった。 やっぱりリトラクタブルヘッドライトは男心をくすぐるものがあるかっこ荒い。クラッチを踏み、ギアを一足に入れる。たったこれだけの操作だが、もうすでにしっかりレストアされていることがよくわかる。アクセルをそっと煽り、 クラッチをミートさせる。すっきりと晴れた空の下、オープンにした初代ロードスターのマニュアル車ではインディングを駆け抜ける。肌で感じる風と、 ボンネットから漂ってくる熱気の匂い。コーナー手前で減速をし、ヒールトゥで軽いブリッピングを当てながら、ギアを3足から2足に落とす。後方から聞こえてくる、乾いた。 排気音に胸が高まる。ああ、これですよ、どれ ちなみに、すべてのロードスターを試乗したが一番完成度が高いと感じたのは当然ながら ND 型のロードスターだ。歴代で一番自然なドライビングポジションと意のままに操れる感覚はシリーズの中でも特筆するものがあるし、オープンにしていても風の巻き込みが少なく快適。そのもので、これならばどんな人でも、 ズームズームを感じることができると思う。最近の車はつまらなくなったなんていう人がいるけれど、筆者はそうは思わない。面白くない車を選んでしまっている。 もしくは面白くない車ばかりを乗り継いできて、最近の車はつまらないと思い込んでしまっているだけなのではないだろうかつまらないと感じている原因は、車に対する自分自身の気持ちそのものなのだと断言したいし、そんな人こそ一度、マツダのロードスターに乗ってみてほしい。楽しい車はここにあります。 初めて車を走らせた時のワクワク、あなたはまだ思い出せますかブーブー。と声を出し、おもちゃの車を走らせる。子供の頃、そんな風にして遊んだ経験が誰にでもあるだろう。 車を運転する親の姿に目をキラキラさせ、僕も私も大きくなったら車を運転するんだ。と思い描き、車の運転ができない代わりに、おもちゃの車を走らせていた。大人になり、免許を取得した今の私たちは、子供の頃車に対して持っていた、キラキラした感情はあるだろうか もし忘れてしまっているならば、そんな気持ちをまた思い出してほしい、という願いこそが、松田のブランドメッセージである、ズームズーム、英語圏では、ブーブーのことなのだ。今回の記事は、前回に続いて、松田体験会のレポートである。 1>, 1日目はマは、松田豊富工場の見学だったが、二日目は、松田峰試験場で様々な、松田車を試乗し、人馬一体を体験してきたのでその模様をお届けしたい。さて、特別、松田推しでもない筆者だが、一度だけ、松田車を所有したことがある。 フォード参加だった時代に製造された LW5W 型 MPV だ。知り合いのツテで安く手に入れられたことが購入の決め手だったが、所有している間も正直良いイメージはなかった。 走行距離が少し多めだったとはいえ、搭載されていた、フォード製の排気量2.5リッターの V6 エンジンは、トヨタエスティマに積まれた2.4リッターと比べても、明らかに、カッタるいし、燃費も悪い。オイルもよく消費するので、正直ネガティブなイメージしかなかったが、安かったから、しょうがないと自分に言い聞かせて、しばらく乗っていた。